皆さんこんにちはこのチャンネルでは人生における天気心の支え幸せについてゲストの方にお話を伺っていきます今日のゲストは今目の前にいる人が大切な人の著者の坪崎美沙夫さんですでは坪崎さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速ですがご自身の言葉で自己紹介をお願いしますはい ありがとうございます、えー、私のお名前はですね坪崎みさおと申します北海道に住んでおりまして仕事はコーチとマナーの講師をしております主にあの企業様のチームビルディングがメインでお組織の中の人間関係がこう円滑になって皆さんが幸せに働ける職場づくりのお手伝いをさせていただいていますマナーもですねあのマナーというのは の相手を大切に思っている思いやりの心をこう相手に届けるためのマナーをお届けしておりましてあのこれもまたマナーはコミュニケーションにおいては大切なものなのであのマナーを使うことってマナーを生かすことで幸せな人生を生きるそんなお手伝いをさせていただいています。本日はよよろろしししししくくおお願願いいいいたままますすす、はい、ありがとうございますそして、えーっと 僕の,あの手元にある情報だと心が伝わるコミュニケーションを広め幸せの連鎖をつなげていくことをミッションとされているということですが、はい、まさにそのコーチそれからそのマナーというものを通してそれをこう広げていく深めていくということなんですね。はい、ありががとうごございいます、はい、そしてあのこのごののの著今目の前にいる人人大切な人の この帯には何もなかった専業主婦がコーチとなっていつしか北の菩薩と呼ばれるようになった、はい、この、はいえー、伝説のコーチと呼われている大久保寛事さんが篤崎さんのことを本当にもったいないお本当に身に余りすぎるお言葉なんですがあの私の信条としているのはその自分が大切にしている人がくださった言葉を大切に あの、いただいたり、お褒めの言葉は、そのことからいただいた言葉は。そのまま大切に受け取って、信じるということを。あの、自分の信条としておりますので。本当に菩薩っていうと、ちょっとあまりにもなんですけど、でも,も、ありがたく。はい、そのように呼せ。呼んでいただいて、感謝しています。あ,あ、そうなんですね。あ,あ、ありがとうございます。はい。では、その北の菩薩である。つ崎さんに。今日は <laughs>、人生における天気。それから、心の支え。はい え、幸せなどについてお話を伺います。はい、ありがとうございます。あ、でもその前に、えー、この二十四時間、あるいはこの二三日で良かったことがあったら、はい、ぜひ。それを教えていただきたいんですね、はい。あ、はい、ありがとうございます。もう私、この良かったことと幸せなことっていうか、日常にこう溢れていて。あの、それは、あの、家族にもよく、あの、感動の沸点が低いと言われて、と。小さなこともなんか感動しちゃうし、嬉しいなと。 感じてしまうんですがどの話にしようかなと思っていたんですがそうですね、えー、思い出すのではいろいろあるんですが一番近しいところで娘なんですけども私最近ありがたいことにこう出張でいろんなところに行かせていただいているのでなかなかこう家族とゆっくりする時間っていうのがなかなかないんですが。 今あの娘がちょっとだけ北海道に帰ってきてあの今住んでるんですけどあの将来的に結婚して家を出るまでちょっと家に一緒に暮らしてくれているとはいえなかなか会えないそんな時にあの一緒にこうお買い物行ったんですよねで娘と何気ないこう取り留めもないこう話をしながら一緒におにあの食事したりお買い物したりっていう時間がすごく楽しくて幸せだなと 思ったのでこうその時のことをちょっと思い出して、はい、娘との何気ないなんか本当に取り留めもない会話ができるってどんこんなに幸せなんだなっていうのを感じました、はい、そうなんですねありがとうございます、うん、もうあの今のお話の中でいくつか心に残ったことってまず感情の沸点が低いっていうふうにおっしゃった、うん、小さいことにもこうあの心が動くというか感動するそういう感性を持ちなんですね <laughs> うん、それから、はい、えー、こう、あの、良かったこと、日常に溢れているっていうふうにおっしゃった。それも、うん、すごく、びきましたね。えっ <laughs> <laughs> そして、お嬢さんとの。うん、はい、ごめんなさい。あ、どうぞ,どうぞ。目覚めた瞬間から、うん、あ、今日も、なんか、命をいただけたな、というところから始まりますので、はい。そうなんですね。はい、朝目が覚めたところからなんですね。えー、そして、お嬢さんとの、そういう、こう。 何気ないやり取りとか、うん、一緒に買いをすること。え、それこう良かったっていうふうに思われてるんですね。うん。は、で、ちなみに、その、もう朝目覚めた時からっていうのは、いつぐらいから、そういうふうに、を境地に,するように。そうですね。なんか、改めて意識するようになったのは、多分、大人になってからだと思うんですけれども。小さい時から、なんか、朝、ばって目が覚めた時に。 あすごくなんかその時はありがたいというよりは待って目覚めて嬉しいなって今日もなんか一日始まるなって思ったところからその感謝するっていうところになったのはあの何度かで私はあのちょっと大きな病気をしましてその時に本来だったらもう多分亡くなってるだろうなっていうことが本の中にも書いてあるんですが、うん、3回ぐらいありまして。 なのでこう生きてるのは当たり前じゃない、まあ、おじいちゃんの死にもそうなんですけど、なので、たぶんそういうのを意識しだしたのはやっぱ結構大人になってからかなとは思います。はい、ああ、そうなんですね。そしてあのおじい様のことが今出てきましたけど、はい、3歳の時の出来事そうです。3歳の時に一緒に朝、食事をとっていたんですけど。 おじいちゃんがこう誤飲してしまって、そのまま倒れて、そのまま亡くなってしまったんですよね。で、その時にあ、人に毎日会えるわけじゃないんだっていっ、あの、あっという間にいなくなってしまうんだっていう経験が多分すごく大きくて、なので、こう、こうしてね、まささんと過ごしている時間も。 あの、本当に奇跡のような時間なんだなと、本当にありがたい時間なんだなと、うん。すごく深く感じられるようになったのは、おじいちゃんのことはすごく大きかったと思います。記憶がそこから始まっているんですよね。はい。それだけ、お、強烈な経験ですよね。それはね。はい。あの、ま、あの、まあ、人生観のお話の前ですけど、その死生観というものを。を について僕あの何年か前から関心を持つようになってそれまで全く関心がなかったんですけどでもこう死生観が少し定まってくると見えてくる世界が変わるというかあるいはこう感性がもっと鋭くなったり、うんまあ、感謝の気持ちが溢れてきたりするっていうのを感じるようになったんですけど、ね、そ,それを3歳の時に経験されてるっていうのはすごく大きなことですね。 そう本当にそう思います。今になって本当にあの時に作っていただいたなって感じさせていただいた感じさせてくれたなって思います。教えてくださっではこれからえ人生についてお話を伺っていきますがその前にあの僕と坪崎さんとのご縁について少しだけ説明をさせていただくと。はい あのこの「今目の前にいる人が大切な人」というご著書はあのご縁をいただく前から読んでいて素晴らしい本だなというふうに思っていたんですがですがあの著者としてこう遠い存在の方でした。でもあの共通の知人である小林りんさんという方とたまたま一緒で車に 乗られていていその時に小林君さんが僕のことを徳崎沙さんに話してくださったっていうことを聞いてあそこで何かこう本を超えるご縁があるいは接点が生まれたなっていうふうに感じたんですね。うん、それがあのなんか一番初めのご縁というか本以上を超えたものだっていうふうに感じています。 そしてあの共通の,あの知人がフェイスブックにもいますけど、まあ、あの僕のフェイスブックにいいねをしてくださったことがあって、うん、それもすごくあの嬉しくて、そしてあの山崎匠さん、あるいは前野真鷹さんという、あの僕が大変尊敬している方ともご縁をお持ちの方なので、そこであの思い切って、この YouTube に出演していただけないかってことをお願いしたんですね。はい、ありがとうございます <laughs> それが今あの現実となっているので、うん、本当こう夢が叶っている場でもあるんですね。本当にありがたいです。つないでくださってありがとうございます。では、ありがとうございます。では、あのそういったきっかけで始まった。鈴崎さんをゲストに迎えて、はい、今日はまず人生における転機について。お話をお願いいたします、はいはいはい。ありがとうございます。 あの先ほど「あの本の帯」にもありましたがあの私の人生の大きく変わったのはさっきのおじいちゃんのこともそうなんですけれどもあの今の仕事に就くき,きっかけになったことなんですけれどもそれはもともと専業主婦でずっと自宅にいたんですけれどもあのお母さんたちがお,なお母さん友達がみんなお仕事に行ってしまって私の日常がこう時間がすごくできてしまった。 でその時にすごく自信はなかったんですけれども久しぶりにやっぱりお仕事にみんなのようにパートに行こうかなと思ったことが今に実はつながっていましてその時には全然専業主婦は嫌じゃなかったんですがむしろ働くことの方が勇気がいる状態だったんですけれどもまあ本当に日常がみんな会っててくれた人が誰もいなくなっちゃったので。 それで仕方なしっていう感じだったんですけれども仕事を探し出したんですけれどもたまたまご縁があって看護助手という仕事をさせていただきまして看護助手という仕事はすごくあの透析室の患者様のケアをするっていうかそのサポートをあの治療のサポートをするっていうお仕事ですごくやりがいを感じていたんですけれどもその時いた上司の方が。 なななかなかかう,うまくコミュニケーションが取れなかったんですよね。で私最初一番最初に勤めた時もあのなかなか上司とうまくいかなかったんですけど3ヶ月ぐらいするとすごく私のことを受け入れてくださってなんかすごく仲良くなれたってその後もいろいろこう,うまく最初うまくいかないなっていう方も23ヶ月すると大体こう仲良くなれたのに。 その方とは1年経っても全然こう,うまくコミュニケーションが取れなくてただ仕事をするのは楽しくなっていたんですよね。なぜかというとあの患者さんやあの一緒に働いてるスタッフの方がありがとうって何かするたびに言ってくださったり何か自分がしたことで喜んでくださったりであ仕事するってそういうことだったなって人様のお役に立てて喜んでもらうことだったんだなって。 いやじゃあだとしたら私人生を終えた瞬間になんか人様のお役に立てていい人生だったなって思って人生を終えたいなってその時に思いましてじゃ何か人の役に立てる仕事この仕事ではないなって何か他にないかなと思ってる時にたまたまコーチングに出会いましてそれはあの夫があの夫の会社で研修でコーチングを学ぶことになったんですけど夫は 研修に行っておたみごとにコーチングが嫌いになって帰ってきちゃったんですけど私はですね夫がその出張に行ってる間に調べて講座も申し込んだりとかして私はどんどん好きになってで資格を取ろうって決めたんですけどもその資格を取ったことによってあ資格を取る勉強を始めたことによってその合わないとなかなかうまくいかなかった上司とどうにかいい関係になりたいなと思っていたんですが。 その2つありまして1つはその強みを見つけるっていう宿題が出たんですよで3人に1人に3つずつっていうのでその方をたあの1人にしたんですよねでそうすると見えてくるんですよねあのこれまで気づかなかったよくいい人だとは思っていたんですけれども意識してみるとより見えてくるであこんなにたくさん素敵なところがあると思った後にタイプ分けっていうコーチングのタイプ分けを ぴったりなタイプがあってその方に私がよかれと思っていた関わり方はイライラさせてたんだってことが分かってコミュニケーショその時にあっやっぱり自分なんだなって自分がこう相手に自分が変わることで相手とより良い関係を築けるっていうことが確信に変わりましてこれをですねもっと世の中に広めて。 コミュニケーションで困ってる人のお役に立ちたいなって思ったのが本当にきっかけでだからあの時パートに行かなければあの時その上司といい関係になっていれば多分今がないなってなので私の一番いろいろありますけどその自分のいちょっと退屈な日常を自分で変えようと思って一歩を踏み出したことでなかなかこうまくいかない常識がいてくださったおかげで今があるなと、はい、思っております。 ああありがとうございます。それはこう深い体験ですよねそ。いろんなことが重なって、うんそのタイミングだからあってなんか起こったことという感じがしましたね。うん。本当に感謝してます。あの時上司の方とうまくいっていたらああ私その仕事自体を好きだったので絶対続けてたと思うんですよねその仕事今も。そうなんです、ね。で、えー、多分コーチングの勉強しようなんて全く思わなかったと思うんですけれども。うん その方となかなかこう意思疎通がうまくいかないことのおかげででもそこに行ったおかげで仕事をする楽しさに目覚めてその方のおかげで新しいことを始めようと思えたので本当になんかありがたいなってその方は多分私にこの道を照らしてくださるためにいてくださったんだろうなって本当に感謝しています。そうなんですね、えー そしてその方のおかげで本も本の出版にもつながっていき、はい、今日ここでお話をしていただ、はいたいたくさんの方に、うん、この坪輔さんを知っていただくもうこれは本当最高ですねありがとう本当に感謝してます<え>あの方にはうんはいそれが坪輔、まあ、さんにとっての、まあ、天気の一つ大きな天気の一つだったということですねはいはいありがとうございます ではえ次は次心の支えについて、はいてありがとうございますと私の支えはもう家族とか友人とかいろいろたくさんいらっしゃるんですけれども私はや,やはりあの人の喜んでる笑顔幸せそうな笑顔が多分私の心の支えだなと強く感じています。そのために 自分ができることは何かと考えること自体も幸せですしそのことによって誰かがこう喜んでくださったりあの素晴らしいその方自身が素晴らしいそのことにご自身で気づいていただくそんなきっかけになれたら本当に嬉しいなと感じています。なのののので私の心のえはあの皆さんの笑顔だったり の幸せそうなお顔に私はあの支えられているなと感じています。そうなんですね。こ皆さんの笑顔なんですね。ああ、それが心の支えになっている。うん。あ、そしてそうするとご自身でもこう笑顔をいつも意識されているんですか。そうですね。あのーうん、もう意識もしていますし、あの最初のお話もあったように私あの本当にいろんなことが嬉しいと感じるので、あの。 昔からなのですよ、ね、<laughs> 多分そう意識ももちろんあのしてましたあの。うちの実家の中では父と祖母があまりいい関係性じゃなかったので家の中が少しでも明るくなるようにっていうことで常に自分が笑顔でいるようにしてましたしなんか何かこう嫌なことが仮にこう大変なことがあって気持ちがこう乱れている時も 私と会ったその人には私のその心の揺れとかは全く関係ないのでその出会った人に笑顔になってほしいので心配かけたくないっていうのもあって私は常に笑顔でいるっていうのはの心がけていた時もたくさんあります今もそういう時もありますが、はい、基本的にはなんかこういつも楽しいことを見つけちゃうので <laughs> そうなんですね見つけちゃうんですねこう見つかっちゃうんですね、はい 使っちゃうんです。<laughs> はい、なんですね。ああ、そうなんです、ね。あ、そして今のお話の中でまあ、心の揺れっていう言葉をお使いになったんですけど、はい、うん？まあ、あの北の菩薩と呼ばれる椿さんでもこう。はい、心が揺れ動くとかうん、はい、こう感情乱れるとかそういうことがある。はそうですね。あの正直腹が立つということはないんですけれども、うん、例えばあの仕事の時にあのよく。 この企業様とかでこうちょっと課題になるという方に面談してほしいとかそういう方がいるので研修してほしいっていうご依頼いただいたりするときにあの前やってたクレームでの担当してたときにクレームで来てくださった方もそうなんですけどもその方たちお一人一人はもともとは本当に素晴らしい方なのにその素晴らしい状態でいられない状態になっているときに ななぜなんだろうって、こんなに素晴らしい人がなぜ今こんな状態になっているんだろうと思った時にはこう胸がキュッて苦しくなるというかあのもったいないというか本当に切ない気持ちにもっともともとは本当に素晴らしいあの人方なんですよねそれがそうじゃない状態になっているっていうのをこう肩に出会うとこう心がこうキュッと。 あの締め付かれるのは辛い気持ちになって幸せになってほしいなっていう気持ちになります。はい。あ,あ、そうなんですね。そういう時があるんですね。はい、うん。あ、そして、そのキュッというふうになった時とか、その心の対処法っていうものがあったら、それもぜひ。うん、あの教えていただきたいと思いましたけど。<あ>そはい。ありがとうございます。うん、時は。はい。ありがとうございます。そうですね。えっ、ー、と、その。 お仕事でそういうふうにこう笑顔じゃない方に出会ったり、まあ、お仕事じゃない時もそうですけどそうじゃない方に出会った時にはあのお仕事で出会った時はその方とお話を聞けるのでその方の中にある光輝いてるものを感じながらこうお話をしているとあの私が一緒にその方と一緒に 苦しんでしまったり悲しんでしまったらその方がそこから抜け出せなくなってしまうのでその方の気持ちをしっかり味わった上で私はちょっと離れて客観的にその方がなぜそういう状態になっているんだろうどうすればこの方がもっと幸せになるんだろうっていうふうにして私をこう鏡のようにっていうか私を通して自分の素晴らしさに気づいてほしいなというふうに思うとなんかそちらに気持ちが向くので。 その波立つというよりはもうそちらに集中すすることができますあとはあの一度心を入れたっていうのでと一度だけ娘があの一人暮らしをした時におばあちゃんが寂しがったのでおばあちゃんを連れてあの娘が一人暮らししてるところに連れて行こうっていうことを1年かけて計画して娘と相談して外に出るのが嫌いなおばあちゃんなんですけども。 娘に会いに行こうって言っておばあちゃんようやく楽しみにして行った着いた時に娘がガラガラ声で風邪ひいてたんですよね。でごめんエアコンつけっぱなして風邪ひいたみたいって言った時に一瞬えなんでこんな1年も待ってたのにどうしたのって思ったんですけどそういう時に私がするのはシミュミレーションなんですよ。この話す前にこれを娘に言ったらどうなるんだろう。きっと娘は、 それに対してて怒りの言葉が返ってくるでもし怒りの言葉が返ってきたらもしかしたら私もそこでひどいことを言ってしまうかもしれない。でもそもそもこの旅は何のためにあるんだろうおばあちゃんを喜ばせるためなのに私たちが揉めたら一番悲しむのはおばあちゃんだし何より娘が風邪をひきたいと思ってひいたわけじゃないはずだ。あの子だっててすごい楽ししみにしてたの じゃあ今私が彼女にかける言葉は何だろうって思った時に大丈夫だったんですよねそうすると娘が「ごめんね」って「あんなに楽しみにしてたのにこんな風邪ひいちゃって本当にごめんね」って言うので「そんなことないよ」って「あなただって風邪ひきたくてひいたわけじゃないんだから今日はねあなたの体調に合わせたあのおばあちゃんを喜ばせることきっとあるはずだから」っていうふうにしてこうなったんですよね。 なので何かこうと思った時にはシュミュレーションすることはあります。これをこうしたらどうなるだろうかそれをしたらどう自分が望んでいる状態なのか相手が望んでいる状態なのかって考えているうちに気持ちはすごく穏やかになっているのであのその子に対してあの温かい言葉をというかその子にとって思いやりある言葉をかけるとしたら何だろうって考えることができるようになるので。 このシミュレーションは結構おすすめです。<laughs> そうなんですね。あ、具体的にね、すごいわかりやすいし、納得ですね。うん、<laughs> そうなんですね。シミュレーションね。うん、あの、僕もこう、愛ならどうするっていう視点を大切にしていますけど、でもね、あの瞬時にやっぱり何か言葉が出てしまったりすることがあるから、そこシミュレーションをしていくと、こうこう、そこの中で自分の気持ちもこう穏やかになっていく時があるんだろうなって今思いましたね。 ありがとうございます、うん、あそして最初の方であの相手の中の光っていう言葉を使いになったんだけど、はい、あやはり光を意識すると光が見えてくるというかその人の中に。の誰にでも必ず光があってもうすごい眩しい光を持っていらっしゃるんだけれどもその光が。 すぐにこう出せる状態だといいんですけれども嫌なことがあったり苦しみがあったり自分が傷ついたりということでその光を覆いかぶせてしまっているものがあると本来のその人の姿じゃなくなっているなんだけれども本来その下にはすごい美しい輝きを持っているのでその覆いかぶさったものが溶けるのか消えるのか外せるのかそれぞれその方によって違いますけれども。 その光をこうあるそこにある光を感じる感感じじますす、はい、そうなんですねこう光を感じるっていうのはこう本当に感じるというか <laughs> あのそうですねはい感じるんですよねあの頭の中のイメージとしては本当に光っているというか、ね、輝いているというか人は皆さん輝いているのであのそれがその人の 状態によっててそうなななっいるる時と慣れない時ととれがあるなぁと感じます、うん、よくこの仕事をしあの本を出したおかげで皆さんになぜそんなに人を信じれるんですかって質問をいただくんですけれども私はあの信じるとかではなくてその方に必ずあるんですよね。なので それをこうどうしたら伝えられるかなと思った時に太陽とか月でよく例えていて夜になった時に太陽が見えなくなっても皆さんはきっと太陽があるっってて信じよようう思思わないと思うんですよそれはなぜかというと太陽があることをご存知だからなんですよね疑いようもないじゃないですかあるから。だだけれどもその太陽だって 雨の日もあれば嵐の日もあれば曇りの日もあれば美しく輝く晴れの日もあるように人の心もそれと同じでそこに太陽はあるんだけれども雲がかかっていたり雨が降っていたりそれには必ず原因と理由があるので何が原因なんだろう何が理由で今雨が降っているのかなということをその方の気持ちなんですけれどもそれを知りたい。 というふうに思うと、あのその方に対してこの嫌な感情が起こ起きるってことはありえないので、うん、なぜそんな状態になっているのかなって知りたいなっていうふうにはいつも思います。そうなんですね。あ、そう、まあ信じるというよりももうそういうことなんですね。そう、うん、そうなんです、ね。あるんです。<laughs> うん、私が信じなくてもある。ある。うん、はい。 やはりでもそこで知りたいのはそこにそのこうマインドセットというかそこにたどり着く経緯あるいはきっかけ何かがそういうものがやっぱりあったんでしょう,かそ,う、うん、それはやっぱりあの自分の小さな頃父と祖母はお互いすごい優しい気持ちがあるんですけれどもあの祖母はちょっと父を産んですぐに父を親戚に預けてちょっと一人で。 出て行ってしまったことがあって、まあ、最終的には一緒になったんですけれども、祖母は祖母でおそらく罪悪感というものがあって、優しくしきれなかったんだと思うんですよね。で、父は父でやっぱり愛してもらえなかったっていう寂しさをこう。本当は祖母と一緒にいて嬉しいんだけれども、それを素直に表せない二人だったので、まあよくいがみ合うんですよね。だけれども、例えばあのおばあちゃんの部屋から見えるお庭を父が。 動かすんですよね見やすいようにという思いでだけれども祖母は余計なことをしてって怒るんですよね、だけれども父の本当の気持ちを私はあの代弁してお父さんこういう気持ちであれ動かしたんだってって言うと余計なことをとは言うんだけれどちょっとだけその気持ちをすると一瞬だけ優しい顔をされるするんですよねなのであおばあちゃんも本当は口でもあんなこと言ってるけど ちょっとは父の気持ちが分かって喜んでくれたなって思いますし父も父で祖母のためにやったのに文句を言われればやはりいい気持ちがしなくて怒るんですけれどもおばあちゃんも本当嬉しいけどおばあちゃんはねあ,のありがとうっていうのがちょっとね苦手な人だけどきっとありがとうって思ってると思うよっていうとまあ文句は言いながらも一瞬嬉しそうな顔をする。だからこう表面的に ひどいこととか厳しいこことととかネガティブなことを言っていていも私は表面の言葉は信じない,いい言葉は心から出てきた言葉として受け取りますけれどもお前なんかとかあいつなんかみたいなことをおっしゃる方がいてもその先の気持ちは絶対優しい気持ちがあるのでなのでなんかその言葉の表面を信じないその奥にあるものを見たいっていうのは多分その2人の 関係性を小さな時からこう見ていたので、あの出てくる言葉だけが本当の気持ちじゃないなっていうのは感じていました。うん、はい。ああ、そうなんですね。うん、その出てきた言葉の奥にあるものなんですね。はい。うん,うん、まあ、ありがとうございます。うん、あの心の支えから、今、あの笑顔、そしてこういうお話の展開になってきました。うん、はい、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。 ではえ次は崎さんにとっての幸せ、はい、はい、もうこれは心の支えとちょっとつながってしまうんですけれどもやはり皆さんがこう家族や大切な人や出会ってくださった方が、まあ、幸せそうな姿を見ていると私が幸せなので多分私にとって心の支えであり幸せであるのは こう皆さんの笑顔だったり幸せそうな姿だったりが多分私にとって一番嬉しいもの。そうなんですね。はい。うん、さあ心の支えと重なるところがあるんですね。ここはい、ね。<laughs> そうなんです。ね、はい。うん、だなので今の仕事は本当にもうそれを毎回感じさせていただける。 どの仕事もそうだったんですけど特にこの仕事はその組織づくりとかこうコミュニケーションをよくするというお手伝いさせていただくので本当にこう終わった時に皆さんすごいいい笑顔で終えられるのをこう見せていただいて毎回その私がたくさんその幸せをいただいていてなので私にとっての幸せは多分もう。 家族ももちろんそうですけれどもやっぱり家族も大切な皆さんのこの笑顔幸せそうな姿を見せていただくことが多分何よりもの幸せだなと感じています、うん、そうなんですねいや、その心の支えそして幸せそこ笑顔が重なっているっていうのが、うん、まあ素晴らしいですねありがとうございます <laughs> はい坪崎さんにとっての幸せでした <laughs> では、えっ、ー、と、あと二つ問いがありますが、今、はい、これから成し遂げたいこと、はい、あるいはまあ、これからやっていきたいこととか、はい、あるいは目指すものというものがあったら、はい、ぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。あの、私ものゴールというか、最終ゴールは、この仕事を始めたきっかけになりました。あの人様の役に立てて、いい人生だと思って死にたいなというのが、やっ私のゴールなので、こう出会った方に、こう。 出会えなかった方もあのこの本のおかげであのたまにこうメッセージを下さる方がいてこの本を読んでこういうふうになりましたってこう喜びの声を送っていただけるんですよね。なのでこれまでは出会った方って思っていたんですけども,もう出会った方やこの一冊の本を通してその方の何かこう人生幸せな人生のお役に立てたらこう。 それを感じられたら多分私はこういい人生だったなと思えるので、なんかそういったことをこう死ぬまでできたらいいなと思っていますあ。あ、ありがとうございます。うん、まさにこの今されていることがもうそのものなんですね。はい、<laughs> うん、はい。ありがとうございます。ではえー、最後の問いは。 最も伝えたいこと、はい、あるいはあの坪崎さんが大切にしている価値観や心情、はい、そういったものがあったらぜひお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね。あの私は本当に全員世の中の人すべてが本当に光り輝くものを持っていて素晴らしい存在であるというのをご自身でも感じていただけたらすごく嬉しいなといつも感じています。で。 私の会社の野望が「セルフエスティーム」というものなんですけれどもこれはあのなんどんな名前にしようかと迷っている時に友人から一冊の本を貸していただいた時にあのセルフエスティームのことを書いてあったんですよね。でそれはセルフスエスティームとは長所や短所や欠点やいいところや悪いところ障害やすべてのことをひっくるめて自分はこういう人って認める気持ち っってて書いてあったんですよで私はもうあこれだなっって思ったんですよね人にはいいところもあれば苦手なところもあってそれがあるからこそ人は本当に美しいと思いますしそれを私ってこういう人って受け止めていくことでご自身の,あの欠点はあの誰かの強みを発揮する場所で誰か自分の長所は誰かの苦手を補えるところ。えー、これがあの ちょっと誤解を招くかもしれないんですけどももし仮にこう人間を神様が作ったとしたら完璧に作れたと思うんですもし初めから作れるならだけれどもあえてできるところとできないところを作ったのはすごく意味があって完璧だったら人とのつながりはいらない自分ですべて完結できてしまうだけれども苦手なことがあるおかげで誰かの強みを発揮してありがとうが言えるし 誰自分に強みがあるからこそ誰かの苦手なことをお手伝いしてありがとうって言ってもらえる喜びを感じるだからこのいいところも悪いところもあることがうあの尊いということをこう受け止めてくれたらすごく嬉しいなと思っていますあの。いいところを伸ばすのがあの自信を持つことが自己肯定感を高めることと思われがちなんですけれども決してそういうことではなくて。 いいところもあるけど、苦手なところもある。これが自分だなって思って自分を活かす。そんな風にしていただけたら、その皆さんが持っている輝きがさらに美しく輝くのではないかなと感じています。はい、あ,ありがとうございます。うん、そうすることで、輝きがさらに、うん、輝きを増すということなんですね。はい。はいうん あの今のお話を聞いていて思い出したのがあの共通の知人の山崎匠さんの表現で「はい、まあデコ」と「ボコ」っていう表現があって「あなたのデコは僕のボコだ」というそういうあのお話をされてましたけどまさにそういうことでしょうかね。はいうんそうなんです、ね、えそしてちなみにその坪崎さんの,この長所というかそれからあるいはその欠点というかその2つも合わせて教えていただけますか、はい あの私の長所は多分あのどんなことも喜べるっていうことが多分こうどんな人でもものでもなんかいいところがすごく昔からこう目につくというかそういうところに目がいくっていうのが今になってみればそれが長所だったなって思いますしで欠点は私とにかく地図におい もう本当に地図が覚えられなくてもうな何回行っても同じところで迷子になってしまうんですけれどもまあでもそれのおかげであの道を聞いてあのその人とこう仲良しになったりすることもありますし、うん、人はあのホテルにたどり着かなくてお電話何回もすることよくあるんですけどあの一度行った ところがあの電話切らないでくださいってお客さん迷ったら困るのでずっと電話つないでおいてくださいって言ってあの電話つないだままずーっとホテルに着く直前までお話してくださったホテルマンの方がいて <laughs> で着いた時にホテルの皆さんにハイタッチで喜んでいたと <laughs> いうことがあったんです。<laughs> すごい ってなんかだから迷惑かけて本当に申し訳ないって謝ったんですけどなんかお客様が来てくれてすごい嬉しいですって皆さんに言っていただいて <laughs> なんかだか、まあ、そういうつながりができることにもなるんですがそうやってお忙しいホテルの方の手足手まといになってしまうこともあるんですけれどもまあこれがやっぱり一番の最大のところかなと思いますね。あとはそうですねあととはは苦手なこいいろいろあるんですけれども あとは数字に弱いっていうところですね。数字の計算とかが本当に苦手で、今、あの、娘が一緒にマネージャーとして入ってく,だっくれたので、彼女はそっちが得意なので。そうなんですね。<laughs> 本当にと。まさに猫と僕が合ってるね。<laughs> まさに <laughs>。なので、こう、割とこう大雑把なので、 ちっちゃいこと気にしないから逆に言ったらちっちゃいことを見落としてしまうじゃないですか。なるほど。<laughs> そういうのは娘に助けてもらって、まさに凸凹ココでやっております。<laughs> そうなんですね、まあ、長所は人を助けることができるところで、うん、でもその欠点とか短所があったら、それは誰かが何か力を発揮するところになるわけですね。はいそんな風に思っていただけたら嬉しいです。はい、はいあ、はい、ありがとうございます、うん、あの これをあのご覧の皆さんもぜひご自身の長所、ある短所、ってことを僕を考えていただけると、そこからまた何かこう始まっていくかもしれませんね。うんうん、はい、ありがとうございます。はい、では、えー、今日は坪崎美沙夫さんに人生に向ける天気、心の支え、そして幸せについてお話を伺ってきました。はい、坪崎さん、きょうはあの本当に貴重なお話、ありがとうございました。 こちらこそありがとうございました。翔さん、皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。ますでは、最後にあの拍手をしてお開きにしたいと思います。では、はい、ご縁に感謝を込めて。はい。せーの、いいね